ナヨンは韓国出身のアイドル。女性アイドルグループトゥ i イスのメンバー。JYP エンターテインメント所属。ソウル特別思考トーク出身。本名はイムナヨン。1995年9月22日、ソウル特別思考トークで生まれる。幼少期から芸能活動に強い関心を持っており、チャイルドモデリングコンテストに参加したこともあった。 この時に JYP エンターテインメントから一度スカウトを受けるが、まだ若いと母親に反対されたために断った。その後の2010年9月15日、JYP エンターテインメントの第7回オープンオーディションに内緒で参加して入賞を決めた。練習生時代からエース的な存在であり、2012年に KBS2 のテレビドラマ、ドリームハイ2の第2話に亀を出演したほか、 テレビ CM にも複数回出演歴がある。2014年には、現、t トゥワイスメンバーのジョン・ヨン、ジヒョ、サナラと共に、6人組のアイドルグループ、ロックミックスとしてのデビューが予定されており、すでにアルバム作成やメディア向けのショーケースの披露まで行っていた。しかし、デビュー直前に、セオル号沈没事故やメンバーの相次ぐ脱退が重なったため、最終的に白紙となった。 2015年5月5日よりネットで放送された韓国のオーディション組ーンに出演。その後10月20日に TWICE のメンバーとして正式にデビューを果たした。血液型は A 型。家族構成は妹が一人。現在、建国大学校映画芸術学科に在学している。TWICE ではリードボーカルとリードダンサーを担当。メンバーカラーは スカイブルー。最年長メンバーであり、実力も高いことから永遠のセンターと歌われ、グループの顔になっている。韓国ギャラップのアイドル先行度トップ20で2016年から2019年まで、それぞれ11位、6位、6位、5位にランクインしている。2019年には韓国兵士に人気のある女性 K-POP アイドルランキングで8位を獲得した。 ありがとうございます。